時刻は午後5時を回りました。サザンブリーズ金曜日担当しますのは前城美鈴と山内です。マイクないマイクなかったね、びっくりしましたね。はい、金曜日の5時、そうです、金曜日サザンブリーズでございます。サザンブリーズでございます。やっと金曜日が来ましたね。本当だよ、長いな。1週間長いですね。1週間長いな。ただ、うん、そのサイクルはあっという間っていうか、あー確かに早いのか遅いのかわからない年になりました。あの1週間と、あ1年経ったら、うん、あ早いなって思うけど、1週間はあまだ水曜日かとか、そうこれが1週間は長いなって思うんですよ。おっさんもそれは一緒だわけ、うん、だけどおっさん何が違うかって言ったら1ヶ月があっという間なんですよ、うん、わかりますなるほどね。あでもそうですよね、もうよ、えもう月末だよって。わかるわかる、もう4月の月末ですよ。やばいですね、やばいですね。あ山内さん、お誕生日おめでとうございました。ありがとうございます。本当に、うん、こんなおっさんで、うん、誕生日のことをですね、うん、祝ってもらっていろんな人からいや誕生日はおめでたいじゃないですか、ね、もう僕晩酌しながらちょっと感動して泣いてましたね。そうでしょ、絶対泣いて絶対泣いてかけてもいい。最後にですね、みすずちゃんからこの山内スタンプっていうの、そう山内さんが使うスタンプっていうのがあるんですよ、 LINE とかで、ね、そうそうそう、スタンプって言ってもエコザイルさん来てるけど分かるかな、あの本当のスタンプじゃないですよ。LINE ですから、 LINE で使うなんか絵文字みたいな顔文字みたいなスタンプがあるんですけど、エコザイルさん分かるかな。なんで集中的に攻撃するやし。一人来てるから。そうそう、それでね、そうそう、もう一気に涙が溢れました。嘘つき、そうギリギリだったんですよね。そうですね、12時回る前ぐらいにギリギリに一番最後になってやろうと思って。ああ最後でしたね、本当に。あよかった、はい、ありがとうございます。いやおめでとうございました。もうチャー使いですよ。よかった、山内さんが使うスタンプだからね。山内 OK みたいな感じで、もうさ普通に今まで OK って返してたのに、うん、わざわざスタンプみたいな。使いたいがために、使いたいがために。僕あんまりスタンプないんで、うん、このなんていうの、入ってるやつ、もともとデフォルトのやつを使ってたんですけど、もうあればっかりですね。よかった、よかったです。ぜひぜひ使ってあげてください。ありがとうございます。本当にあの おっさんなのにね、こんな、うん、まあ2回言いますけど感動して。なんか抱負とかないんですか。あ抱負はですね、あの迷惑をかけない。良い抱負じゃ。そう人に。大事大事。そうなんですよ、もう本当にね、人にも迷惑ばっかりかけそうなので、かけないように生きていきたいなと。いや大事じゃないですか。はい、だからかけたらごめんなさいということで。それをしないようにね。そうそうそう、あの人を助けて、人に助けを求めるのと迷惑をかけるのは違うと思ってるので。確かに、わかりますか、この微妙な。みすずちゃんも頼るのはいいと思うんですよね、うん、自分の力及ばずなところはどうしてもあるので、うんうんうん、だけどこの迷惑かけちゃいかん。うん、いいこと言ってますよ。知ってました。恋するかっちゃんさんが。山ちゃん誕生日おめでとう、メガネ勝ち終わったろかって。この人さ6月に来るみたいなんですよ。あそうなんですかね。はい、あの AKB がほら総選挙があるじゃないですか。あ確かにありますね。その時本当にメガネ割ろうと思ってます、うん、あ来てますよ、はい、留置番号69番さん。静岡県から視聴ってことで、ありがとうございます。恐ろしいあれですね、留置番号ですよ。留置番号ですよ、わかります。多分ね拘束されてるんでしょうね。どっかに69番なんでしょうね。69番。よくツイキャスできますね。あそうなんですね、はい、自分は初めましてかもしれない。僕も初めましてですね、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。そんな感じで今日はですね、ちょっとゆるく、うん、鈴トークをしていこうかな。鈴トーク、はい、何でも鈴つけりゃいいと思って。みんなそうなの。鈴カフェに来るゲストさんとかも大体みんなそうなの、うん、そうでしょ、うん、鈴つければ何でもありだと思って。鈴つければさ世の中大体何でもありになるんですよ。知ってますか。わかんないっす。ちょっとよくわかんないっす。わかんないっす。わかんないっす。クールなんだっけこんなの。ツンデレ。やめてください。最近それめちゃくちゃよく言われるんですよね。じゃないのに。いいじゃないですか、ツンデレキャラ。よくないですよ。いや恥ずかしいじゃないですか、ツンデレとか言われる。そうですか、恥ずかしいです。あなた恥ずかしがりですよね。いや舞台やってるくせに。関係あります。別に人前に出るのはそんな恥ずかしくないんですよ。
人前に出る方が恥ずかしいですよ。人前でお芝居するのはね。いや僕さ、うん、甘い、あ、まあ、流れで言いますけど、うん、その役なんていうの、演じるというのが、うん、やっぱ恥ずかしいですよ。うーん、嘘つけるってことさ、僕嘘もつけないんですよよく言うたな良い言い方したな本当にさ、このなんていうの、ほらドッキリ仕掛けようとかあるじゃないですか、うんうんうん、その時にこのちょっとほら日常でも演技するでしょ。そうですね。それもね恥ずかしくて笑っちゃうんですよね。へえ。ニヤニヤするデジ分かりやすい、分かりやすい、すぐバレる人だ。もうさ、俺あれですよ、あの結婚当初、うん、コンパを企画しただけで、うん、バレましたかダメだね。ダメ。逆にいいかもしれないですね。分かりやすくて、分かりやすくて、いや解消なしですよもうドキドキしてるから、バレるのが恐ろしくてそうなるんでしょうねそうでしょうね。はい、まあまあまあそんな感じですよ。そんな感じで、リュウチ番号69番さん、うん、釈放されたよ先週の金曜日なんか生々しいけどやめてください。1週間なのね。そうそう、もう捕まらないようにしてくださいね。本当だよ、本当に悪いことはダメですか。ダメだよ、迷惑をかけないですからね。そう、やっぱり今年の、今年の目標、僕の目標、そして留置番号69番さんも、うん、それを目標にしていただきたいダメだよ、他人にも押し付けて何ですかこの冷静な先生か行きますか、行きますか。などうするの、え、どうするの、え、なんかあるじゃないですか。そうですね、これだってオープニングでしょ、いつもオープニングダラダラするからわかりました。じゃあですね、今日はゆるゆるトーク、うん、鈴トークということでですね、うん、お送りしていきま す、特にテーマもないです、うん、なので皆さんコメントねバンバン拾っていって、それにまつわるお話とか、うん、あるいはそのみすずちゃんがいろいろとその活動してるみたいなので、うん、そのお話とかしようかな、たことをちょっとやっていきたいなと思っています、うん、今日はねやっぱ週末なので、うん、こっから慌ただしくなるからね、週末っていうのは金曜日の夜ね、金曜日の夜から、うん、この夕方狭間の時間、うん、マジックアワーですよ知ってますか、早く早く曲行こうこのマジックアワーはゆったりといきましょう皆さん。そうですね、はい、じゃあメールも待ってます。メールアドレスは、はい、メールアドレス797@fmgino1.com、 797@fmginowan.com になります。それではこの後6時までサザンブリーズを楽しみください。出ました、オープニングナンバーでございます。エゴラッピン、くちばしにチェリ
時刻は午後5時12分を回りました。ササンブリーズ金曜日担当してますのは私前城美鈴と山内です。です。天気いきますか。はい。今日これからの天気です、うん、北西の風のち北の風やや強く晴れ、夕方から曇り、波の高さは 1.5 メートルとなっております。降水確率は18時から 30%、 日中の最高気温は27度でした。今日は暑かったよね。もう真夏ですよ。ほんと暑いの。あの真夏です。本当に。でも明日はちょっと下がるみたいですよ。明日22日の天気、うん、北の風やや強く雨、夜曇り、波の高さは 1.5 メートルのち2メートルということで、だいたい、うん、降水確率は 60% か 70% だからよ。朝の最低気温は20度、日中の最高気温は22度となっております。ちょっと下がるね。高い場合は明日雨降る確率が、あーだからか。いやムシムシしそうだな。大変ですよ。ほんと今日でも暑くてからさ、うん、いろいろこの後話したいことがこっちで喋ってしまいそうになるので、うん、まあまあ後で交通情報いきますじゃあ。はい、どうも交通情報いきます。はい、お願いします。沖縄自動車道高速道路ですが、今のところ目立った混雑、渋滞、事故車等々はありません。はい、一般道ですが、こちらはやはり、うん、渋滞目立ってきてますね。うん、宜野湾市ね、前原交差点から王者の交差点にかけて長い渋滞が続いております。そして国道58号線、うん、王者から牧港にかけて、うん、そして牧港からぐすくまにかけても、うん、那覇向けで長い渋滞続いております。うん、金子十字路では、うん、これは前原向けですね、うん、渋滞。そして国道330号線、漬け欄からライカムにかけて渋滞しております。以上ですね。これ、うん、ライカムでなんかそうやってんですよね。 H&M みたいな。そう、 H&M が開店したんですよね、うん、そうそうそう、沖縄初上陸、沖初上陸したんですよね。だから混んでるんだと思われますが、あとあれもでしょ、沖縄国際映画祭、国際映画祭もやってる、うん、そう、ライカムが今年はね本拠地といいますか、あね、いろいろやってるみたいですね。さすがライカムさん、さすがライカムさん。 H&M ってあなた知ってますか。知ってますよ。ね、本土に遊びに行った時とかも何回か行きましたけど、うん、H&M なんかね、うん、みんな言うけども僕はピンと来てなくてちょっとリーズナブルなユニクロみたいな。ユニクロがさらにリーズナブルになるわけみたいな。へ、うーん、言い方難しい。ちょっと若めの若い人たちがいっぱい入るユニクロみたいな、うん、あーリーズナブルだけどちょっとオシャレチックってこと。オシャレチックみたいな。ユニクロってほらなんか30代でも40代でも50代でも着れるじゃないですか。そうだからさ、お、僕よりも年上の人と被ったりするのが非常に嫌で、うん、だからなかなかこう僕ユニクロで買えないんですよ。なんかさ、うん、なんかおとなしい、うん、僕割と地味なんで服が、いやいや見た目が。そうですか。だから地味な格好したただのおっさんになるんですよじゃあもうほんと中折れハットとかかぶったらいいよ毎日。なんすか中折れハットって。こういうこういうつば広いやつとか、こっち中折れてるやつとか。中折れてる、こういうこのこのここの帽子のハットの、あ説明難しいな。頑張って。ハットのこここうやってハットを取る部分のここが折れてるんですよ。取る部分ペコって、この魔法使いみたいな感じってこと。そう、うん、まあ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 。それをおっさんが履くか、かぶってる人も いるんじゃないですか。マジ、うん、頑張って。砂吹きみたいなやつでしょ。いや、まあ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 。ああ、じゃあちょっと今度やってみましょうか基本ハットも似合わないのね。じゃあ、事故ったらごめんなさいいや、責任取ってくださいよ。僕これで来て相当文句言われたら、あなたもうさっき CM 中にね話してたあれですよ、制服。やだ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 、制服を着るのだけは持ってないですしね。なんでまだ高校生卒業したばっかりでしょ5年前になりますけども。持ってるよ。持ってないよ。いやでも自分は普天間高校だったんで、そんなに可愛らしい制服ではなかったんですよ正直。じゃあピラノパウルスがつけている、ね、無理衣装を。無理入らん。あの子たちちっちゃいんですよまた。え、そうなんだ。うん、入らん。そっか、無理なんか、うん、却下かね。却下。
そうですか、わかりました。ですね、はい、今日はゆるトーク、すずトークということで、うん、皆さんと絡んでいきたい、絡んでいきたいって言ったらあまりこうコメント来ないというこのなんていうんですか ね、この感じね、この感じ、意地悪な感じ、ね、意地悪な感じ本当皆さん意地悪なツンデレな感じ、ツンデレな感じ、はい、皆さんぜひぜひいろいろと絡んでください、はい、うん、送ってきてください、はい。メールアドレスも言っておきましょう。メールアドレスは、はい、メールアドレス797@fmginowan.com 797@fmginowan.com となっております。AKB の総選挙は行かないんですか？ミスズが行くと思うんですか？逆に。あんまり思わない。いやいや総選挙、いやないですね。ないかもしんない。全然興味ない？ AKB にですか？総選挙にですか？うん、どっちも。いやすごいなって思います。でも総選挙がテレビでやってたら見る？上位は 見ると思います。ついてたら、ついてたら見る、うん、パッと見てやってます、うん、上位です、うん、したらあ、ずっと見る、ずっとなんかやりながら見るはず。あは、そんなもんですか多分。見ます？俺は見ないけど、もう悪いけど本当に全く興味ないアイドルに、誰が AKB にアイドルに、どっちも。で、嫁が見るわけ。ああ。ほう。いいじゃないですか。シビアみたい。シビアな世界を見てるみたいで面白いらしい。へえ。シビアさ、どんなんて。確かに。どんな出来ですか、うん、あるかわからんけど。うん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 。だから。なんかドキドキして見てるわけ。へえ。なんかそういうドラマみたいな感じで見るんだったらもしかしたら面白いかもしれないね。ツンデレです。え？ツンデレ。ツンデレ？何？ツンデレの歌。これ？リンゴの。いきます。さあサザンブリーズ、はい、金曜日、金曜日始まっております。はい、今日はね BGM リンゴさん祭り、そうなんですよ、うん、いいね、僕もみすちゃんも好きということで、うん、好き、若い世代は好きなのかね。あーでも、うん、なんか人と違う人が好きなイメージ。いや自分のことなんかディスってるみたいで嫌ですけど、なんか若い人が好きなのは、うん、世代じゃない人が好きっていうのは、うん、なんかちょっとねネクラな、まあ自分のことなんですけど、あ、ネクラな人がリンゴちゃん好き、好きなイメージ。わかるわ、なんかちょっとそんな感じ。うん、あれですよね、リンゴ聞く人は、うん、僕は言われたのが、うん、病んでますよね。病んでるとはちょっと違うんじゃないかなと思うけどな。そうですか。いやー、うん、スーズ病んでない。いやスーズは病んでないですよ。スーズは病んでないですよ、元気ですよ。スズちょっと病んでるよな。ちょっと病んでないですよ。ですか、人をメンヘラみたいに。やめてください。メンヘラ出ました。メンヘラってさ最近よく言いますけど、うん、どういう意味なんですか。メンタルヘルス。そうなの。そう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 、メンタルヘルスが悪いってこと。メンタルヘルスがそうじゃないですか、悪いってことじゃないですか。要するに心の健康がちょっと悪いよっていう。うんうんうん。じゃあ別に女の子だけに言うわけではないんだ。まあでも、うん、まあメンヘラはだいたい、まあ男の子でもいますけど、でも女性に言いますよね。なんか多いっていうイメージですか。確かにめめしとかから来てるんじゃないですかね。あは、多分。今でも男の人の方がめめしいですけどね。そうなんですか。なんか若い人たちとか見たら、うん、だって今ジェンダーレス男子とか増えてるじゃないですか。何ですか、またジェンダーレス男子って。ジェンダーレス、なんかもう そんな性別とか、うん、性とかに興味がないみたいな。
性にも性に対して。それは男だけ？男の子が。まあ女の子にはそんなに、そんな聞いたことないですけど。あ、よかった、いいっすよ、もう男はどんどん性に興味なくなってください。その分おじさんが頑張ります。やめろ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 。まあまあね、ちょいメンヘラの今日はみすずちゃんですね。やめろ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 。勝手な勝手なのを付け出すな。YouTube 番号69番さん、やんでる、やむ。静岡県のうちの地域で歩くっていう意味。やむ。静岡のね、うん、あの発音もちょっと独特なんですよ。うーん、僕あの内地にいる時に静岡の友達がいて、うん、へー、なんとかだらって言いますよ。へー、かわいい。そう、かわいいわけ。だらだらって、これ女の子が言ったら超かわいいよ。かわいい、うん、男の子が言ったら、あ、これは男の子だったんだけど、うん、一応可愛かったわけ、うん、だから可愛かった。男の子が可愛かったから可愛かった。なんかエースオブタイムのショーとか言ったみたいな、ね。あ、エースオブタイムで思い出したんですけど、はいはいはい、ユータたちで思い出したんですけど、うん、今日、うん、エイカーズ、エイカーズ、自分が出た、うん、あの出演させてもらったエイカーズという沖縄のヒロインドラマ、ヒロインドラマが今日の7時から、はい、このあと7時から放送になるんですよ。ヒロインドラマ、ヒロインドラマです。ハルサエカって聞いたことあります？ないです。ないんですか？ないんですか？そこはないんですか？すっかりないっすね。ハルサエカっていうあの、はいはいはい、沖縄のヒロインドラマがありまして、うん、これはあの普通ってまあ男の人がヒーローがなんか主人公みたいなのが多いんですけど、女の人がおあの、まあ、主人公というかヒロインなんですよ。主人公、主人公というか戦いとかするやつ、まあまあまあ戦い、うんうん、のそのヒロインが女の子で、女の人で、まあ一代目が萌子さん、福田萌子さんという。あ、変わったの？そうそうそう、福田萌子さんで、二、うん、代目が、うん、あの元フォルダー5の明菜さん。あ、そうなんだ。そうそう、で三代目がうちのカラーズの池間夏美ということで。今2代目ですらないの？3代目ですね。で、ハルサエカ自体が1あって、うん、2あって、で、ムービーがあって、今、ハルサエカ、エイカーズグランドマスターっていう3作目なんですよ、ドラマにしたら。グランドマスター。グランドマスター。ほうほうほう。そうそうそう。もう本当に。1話見ましたよ。ん？ 1 話。どこの？エイカーの1。ハルサエイカーの 1？ うん、そ。あ、そうなんですか？あの、萌子さんの時に。いや、見てるやし。平安信行が出ていた。ああ、そうですね。オリジンの平安さんね。そうそう。あれでね、平安信行かっこいいなと思って。確かに。なんか同じような髪型してますけど。寄せている。マジか。ちょっと面白いな。それちょっと面白いな。なんていうの、役どころがさ、かっこよかったわけ。うん、そうですね。悪役で。アギア亮。そう。して、デジ。あの人の雰囲気と合ってて。そうですね。あれ。素晴らしいね、うん、と思って見てたんです。自分も大好きだったんです、ハルサエカが。ほう、すごくすごく好きで、うん、あの DVD も全部持ってるんですよ。1話、1、2、ムービー、DVD も全部持ってるんですけど、もう満を、なんで満を持してもう本当今作出させてもらうことになりまして、うん、出させてもらうことになりまして、出演させていただけることになりまして。何に？そのエイカーズグランドマスターっていうドラマに私が出させてもらうことになりまして。芸人役を、違うわ、芸人じゃないわ、じゃないわ、役者で売っとるわ一応。そうなんですね、素晴らしい。そうなんです。ちなみに、はい、何役ですか？茨香織という、うん、あの研究員の役なんですけど。ほう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 、はい、何を研究してるんですか？その研究員が、うん、まあ、そのこの春沢絵下にはクガニ野菜っていう、うん、あの春沢って農家っていう意味じゃないですか。はいはいはい。で、このクガニ野菜という伝説の野菜があるんですよ。うん、ほうほう。それを求めてっていう、うん、旅をというか、それを集めて、それを3つ食べたらめちゃくちゃ強くなれるんですけど。マブイストン封じだね。なんか、別のヒーローを重ねてくるの、ちょっとやめてもらって。しかもちょっとね、制作チームもと一緒に。やめろやめろやめろ。やめろやめろ。そう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 、まあそんな感じで、そうですね、その集めるためにその研究をしている研究員の役で、はいはいはい、まあ、自分は後半からなんですけど、後半から出演するので。何話からですか？何話から、これ言ったら大丈夫？言っても見なくならない？今日から見てくれる？うん、もう俺は決めてますから。やめて。興味ないです。ほら、そういう人がいるから言いたくないわけさ。みすずは1話から見てほしいわけさ。だって1話めちゃくちゃ良かったですよ。でも全部一応まあ一回ね、見させてもらったんですけど、うんうん、めちゃくちゃ良かったですよ。1話 ?1 話、もう2話も3話も全部ですけど。全部自分だって1話から泣きながら見ましたもん。
あ、ちょっとメンヘラだから。やめろやめろ。違う。やめろやめろ。ちょっと今。違うわ。病んでるからじゃないよ。じゃないじゃない。じゃないよ。じゃあなんかもう本当にすごい。すごいんですよ。うん、じゃあ1話から見ますよ。そうなん。1話から見てください。ぜひぜひ。で、ミスちゃんはだいたい後半から出てくると、うん。そうですね。後半から出てくる、うん、いいね。そちらもぜひぜひお楽しみ。で、そのさっき言ったエースオブタイムのリュータも、うん、出ている。はい、出演してるので。はい。リュウちゃんセリフ喋れるの？リュウちゃんセリフ喋れては一応なかったですけどね。ショーはそのままのキャラで出てほしいね。ショーじゃなくてリュウタね。わかるけど。ショーはね、うん、確かにあれでいやドラマが成立すんのかどうなのかっていうところがありますけどね。はい、いいですね。ツイキャス更新しましょうね。はい、ぜひ皆さん見てください。春さやか今日7時から。はい。本日4月21日午後7時ですよ。金曜日午後7時からとなっておりますので、はい、ぜひぜひご覧ください。30分です。すごいね、OTV にて。岸本さん、はい、あ、すごいな、あの人も。そうなんですよ。で、うん、あのまあ変わるんですけど、うん、まあ作品は変わるんですけど、岸本司監督が撮った心躍るという映画があるんですけど、うん、それに自分も出演させてもらってるんですけど、そのイベントが5月11日にありますので、うん、そちらも沖縄市ミュージックタウン音市場にてなので、ぜひぜひ、はい、詳細は Facebook なので告知されてる。なんかあれですね、うん、あなたも出ずっぱりですね。いやいやいや、そんなことないですよ。あ、出ずっぱりといえば、うん、今週水曜日ですね、はいはい、撮影してきたんですよ。撮影、うん、あのね、うん、リゾートウェディングフォトって知ってます？知らないな。本当？本当？なんか知ってそうな知らないなだったけど。リゾートなんですか？ウェディングフォトって言って、うんうん、あのほら、結婚する、そう、新郎さんとか新婦さんとか撮る、そうそうそう、ね、写真撮る、そう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 、はい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 、あれの、ね、そうそう、カタログの撮影で、うん、そうそう行ってきたんですけど、お、な、女村とか、おー、ビーチとか。水曜日晴れてました？晴れてました。めっちゃビーガンでした。ね、うん、めっちゃ綺麗でした。晴れ女。絶対晴れ女。絶対、まあまあまあ、それね、行ったらなんかほら、まあ、雨降ってたら雨降ってるやしってなるから。晴れ女ミスズが撮影したということで、はい、どうでした？いやー、やっぱウェディングドレスはまあ一般の方よりは。ウェディングドレス着たの？着きましたよ。マジ？はい。高校生なのに。おい、23だわ。見た目。ウェディングドレス着ましたよ。ああ、そうなんだ。はい。まあでも大人っぽくも見えるからね。まあ頑張って、メイクさんが頑張ってくれました。うん。うん、それはもうカタログになってるわけ？カタログになると思います。そこでしか見れない。サンプルの撮影、はい、そうですね、なると思うので、ぜひぜひ。あれですか、じゃあ、うん、この花婿役がいて、うん、私は 花嫁役、花嫁で、そう、あの手でこんなやってか、二人でハート作ったり、二人とか、そう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 、あの感じで、イチャイチャしない。あれさ、カンナジアル言うか、は、手でハートみたいな感じですか、うん、手でハートはやらなかったですけど、あのお姫様抱っこはやりました。ああ、やりました。うん、大丈夫だ、大丈夫です。あれ、あの一回ちょっと放送切ってもらっていいですか？放送事故なるんじゃないですか。こんななってなかった。いやいや、大丈夫でした。大丈夫、うん、大丈夫でした。あ、さすがですね、うん、まあ言ってもね、モデルさんなんでね。あ、まあタレントなんでね。そうだね。さあ、メールも来てましたよ。お、来てるんだ。うん、はい、呼んでほしい。呼んでほしい。メール開いてない、ここ。メールどこ？分かった。じゃあ、ちょっと待ってよ。あの、後で開けるので。はい、僕がそこ、ここだけ読みます。サザンブリーズ、はい、スーズハラハラ。ハラハラ。チュ。はい。山内ちん、山ちん、あちゃや、エコゼルータスよ。なんであちゃやだば。今でいいやし。山ちん、先週の日がぼっち楽しかったね。うん。スーズも来たらよかったのに。してからに、うん、オールコネクトといって、うん、盲目のシンガー、大城智也、うんうん、モーニングエイト担当、月曜担当で、うん、シンガーのマヨ、ガネコマヨ、うんうんうん、知ってます？はい、名前は。リスナーだけど、かなりの花本奏者、ひふみの3人がユニット組んでるわけさ。うん、で、その翌日に読谷の戸屋でライブして見に行った。うん、へ、それも最高だった。あと、ライブ終わって、うん、少し打ち上げした時に、うん、ひふみの疑いも聞こうということで、うん、三振弾いて、うん、灘草草のうっちなぐちバージョン歌わした。じゃあとからやーということで。ほー、すげー。すごいっすね、うん。いいなー、なんか楽器できるっていいなーと思って。なんでなんか三振
じゃなくて歌歌ったら、うん、歌歌おうかなじゃあ、うん、うん、だってバンドやってたんでしょ。やってましたね。やりましょうよまた。うん、そうですね。ユニットで、ユニットで僕と。お、なんか弾けるんですか。うん、ほう、やりますか。なんかボイパ、ボイパ心もとねえな心もとねえな、もう本当にもうボイパでよければやめて、もうダメですかボイパ。アコギとかがいいさ、ほら。だからボイパでアコギやれるもんならどうぞマジであのさ、ペンタトニクスってボイパで、あー、やりますね、怪人さんの、うんうんうん、あれなんか死にすごいさ。すごいですね。あれなんかだったらアコギもできるんじゃないアコギっぽい曲が自分たちの口だけでできるんじゃないってことですか。うん、そう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 。あー、どうでしょう。無理かな。いやー、どうでしょうね。すごいあの人たちでも。あの人たちすごいですね。メールもう一つ、はい、山ちゃんミス、サザンブリーズを聴きのリスナーの皆さん、こんばんちーす。こんばんちーす。あーしんど。あーしんど。え、しんどい。かっちゃんですねこれ、はい、テーマ、うん、フリー、うん、そっくりさん、うん、かっちゃんはね、うん、水曜日だったかな、仕事帰りに電車乗ったんやけど、うん、俺の隣にめちゃめちゃミースに似た人がいた。へー、ほんとにほんま、髪の長さ、うん、目から鼻から口から横顔からミースかと思うくらい、シャメ取れんかったから残念ですシャメ取ったらやばいよ、はー、知らない人をね。写真あったらびっくりするで、以上です。まあ電車っていうことなんで県外だから、まあ、ミスズはいないでしょうね。もう、もう全然沖縄から出てないんで、自分じゃないでしょうね。出たでしょ。出てないよ。この前なんだっけ、千葉に、千葉に行ったの。千葉中もうディズニーランド行ってないけどねうん、これいつなの、ディズニーランド。いつでしたっけ、忘れちゃった忘れちゃったっけ簡単か、いつ行ったっけな、もうダメだ。思い出残してちゃんと結婚式でしょあれの、はい、何だった、お兄ちゃんの、ね、お兄ちゃんの、うん、リクエストも来てるので後で探してあったら書きたいと思います。はいよ。まあそっくりという、うん、せっかくねこのスルーパス出してるので、うん、ゴールしたいと思いますが、うん、誰に似てるって言われますか。自分ね、うん、カシーユーさんに似てるって言われます。あー似てる。そう、めちゃくちゃ似てるんですよ。自分で見てもうわってなったぐらい。うん、似てるね。びっくりしました。だから美人系でねいやー、ありがとうございます。歌詞似てるね。ありがとうございます。何か言うの分かったよどうする、何、膨らまないなんか似てるって言われたことないんですか。あ、僕はね、スリムクラブに似てるって言われました、ね、内間さん、うん、前田さん、前田さん、はぁ、あとは、うん、誰かな、あのスタンドバイミーの映画のメガネかけている人、うん、誰全然分からんスタンドバイミーって映画見ました。え、ドラえもんですか。ドラえもんじゃないですよ。そばにいたいよじゃないんですか。あれはなんだっけあれはドラえもんでしょドラえもんですよアメリカの映画ですよ。あ、分かんないです。スタンドバイミー、コリー・フェルドマン、わかんない、あ、という人に、うん、似てる、よく似てるって言われますね日本人でもねしかもさ、うん、超マイナー次行きますか次行きますか。コメント拾う、コメント拾う、うん、青の軍団さん、うん、お姫だっこだっ、 お姫だっこだっこ、これさ、なんていうの、ちょっと勇気いるから今、うん、読むのに、うん、動揺してるんですよ。あ、なるほどね。青の軍団コメントですよ。でもこれは僕のあるじゃないですからね、うん、お姫様抱っこしたらおっぱい触られなかった。そんなことはなかったな。そんなことはなかったなそんなラッキースケベみたいなことはなかったな。本当なかった、なかった、全然。でもっていうのも、新郎役が同じカラーズの事務所の同い年の西園太一っていうモデルの男の子だったんですけど、そいつがもう、自分はもう本当に仲いいんですよ、うん、仲は比較的いいんですけど、なんかめっちゃ嫌そうな顔してるけど大丈夫じゃあ男の子、なんか同い年の男の子って、うん、なんか違うんですよ自分の中で。あ、幼く、ね、恋愛対象ではないんですよ。わかりますよ、うん、女子はねそういう人多いですから、うんうん、
やっぱね、このしっかりするからね、女の子の方が。そうですね、あ、成人年齢がね、そうですよね、うん、同級生とね全然違うって言いますもんね。そうなんですよ、うん、じゃあどういうことですか。じゃあ触られなかったっていうことでいいんですか、うん、それで大丈夫です本当ですかね。知ってますよ、あの軍団さん、はいはい、噛んでしまうなら芸人なんてやめちまえってよえ、みすず違うでしょ。僕は普通に会社員ですから、ね、やめて、みすずタレントさんだからはい、芸人はやめませんよ、みすずちゃん。芸人でもないしね、恋するかっちゃん、山ちゃんは行列の時に法律事務所に出てる眼鏡の人に似てる。だね、手繰り寄せるところがないけど。マイナーだね、マイナーだね山ちゃんの喋る方、あのねのねの原田さんのイメージ、もう誰も何にもわからない。何にもわからないダメだもん、珍しいね、うん、メール来てる、メール来てるけど、あ、読めるようになった、うん、メール読める、あ、開けた、あ、じゃあ曲言ってから読んでいい？いいよ。下読みして、これ下読み必要だよ。下読み必要？うん。はい。じゃあここで一曲お届けします。ニコタッ。ニコタッチズザウォールズで渦と渦。え、かっこいいな、はい。かっこいいんすよ。超かっこいいんすよ。コリンフェルドマンはマイナーじゃないだろ。あの時代グーニーズとか結構選べてた。あ、グーニーズも出てたね。かっけえ、かっけえな。あ、この系が好きなんだ。好きです。え、病んでない病んでない病んでないだろ。あ、爽やかじゃないですか。爽やかやし、爽やかじゃないですか、めちゃくちゃ。そんなこと言ったら、ほらマキシマムザホルモンとか聞く、ほらサーキーさんとかどうなの。あそこと一緒やんだけど、うわ、やってるスーザー好きですよ。ヤジクータのジョロサギさん超やんでるよ。あの、なんだっけ、なんだ、ツイッターじゃない、あとこのインスタ、あれもうやんでるでしょ。見て、別にインスタは見てないからわかんない。インスタ超やんでる。これはいいね。あれ、下読みしてよ、本当に下読みしないと苦しいよ。じゃあ山内さんにお任せして。嫌だ、はぁ、これだってすずに呼んでって来てるから。あ、じゃあ俺が途中まで読むから、うん、歌の部分歌ってね。OK。爽やかやな。ドライブしたくないですね。なりますね。ドライブするときに聴く曲。ドライバーズハイですね。ドライブする。ドライバーズハイ。ドライブする。ドライブする。ドライブ。ドライバーズハイってそういう意味じゃない。ランナーズハイみたいな意味じゃない。あ、わかんないです。え、どんな意味だろう。ランナーズハイっていうのは。走って、もうテンションが入らなきゃいけない。そうそう、そのドライブが…そういう意味で外す、じゃん。そこね、ダルクアンシエル。ダルク、わかる？ダルク、ダルクのドライバーズハイっていう曲を聴いたら、ドライブしたから。なんかあれだね、割と速いのが好きなの。ガチガチしてるのが割と好きかもしれない。昔、その時はこんだったよ。でも、エゴラッピンとか、シーナさんとか、好きですけどね。あの、かっこいい系も。でも、シーナよりも最初はガチャガチャしてる。確かに。幸福論ね。幸福論の閲楽編って終わりですよ。あれ好き。俺もデジ好きあれ。あのさ、シーナリーブがさ、ライブのあれで、5.1 チャンネルなの、サランドから、サランドシステムがあって、要するに映画とか見るときにスピーカーが5つぐらい、それでライブバージョン出したわけ、1枚だけ。それがこの幸福論の哲学編をやってて、もうデジアムだった。もうさ、一人暮らしの時死に紛れにもう大きくして聴いて、こういうわけはまたこのライブも
なんか覚醒期みたいなので、ライブするのがすごかった。かっこよくなるんだって。そんな技術もないもん。なんで？そんな技術ないやつが覚醒期でやったらただのノイズですよ。そうなの？でしょ。言いたいこと言えてる。うん、全然言えてる。シドはもうこういうスタイルなんで、そうなんですよ。大丈夫ですか？と思ってるんですけど。かっこいいな。さっきまで東京グール読んでたんですよ。あれ漫画でしょ。その世界に。漫画じゃないっけ。いや、漫画です、漫画。あの、あれゾンビもの、ゾンビっていうか、名前だけ知ってる。食物連鎖の頂点にいる人を食料として、うん、えぐいやつ。まあ、まあそれだけ聞いたらえぐいかもしれないですね。でも、人間たちが肉や魚を食べるように、そのグールっていう生き物も人を食べないと生きていけない。あ、そうなんだ、面白そうだね。面白いっすよ。名前はね、気になってたわけ。うん、面白いっすよ。ワンシーズンは漫画終わってるんで、完結してるんで、読みやすいと思う。14巻ぐらいしかないし。あ、いいね。うん、時間あれば。あれ、漫画の話するか、じゃあ。漫画の話します？漫画の話したら終わらないですよ、自分、多分。大丈夫？大丈夫。だって、あれでしょ、かぶってるかな。かぶってるのあんまないんじゃないか。あれやらないでいいんですか、誘導尋問。せっさ、もういいんじゃない？いいか、いいんじゃない？今日はそういうとこ好きですよ。もういいんじゃない？だってこっちが面白いもん今。これミスが当たったらダメなやつじゃないですか。どれ？このメール。ダメなやつなの？ダメですよ。なんで？これどしもネタじゃないですか。どしもネタはダメなの？ダメですよ。女性タレントさんなんで。芸人だったらしもネタもいかんと。やめてやめて。さ、残念だ。事務所ストップが出たんだよ。かっこいい、かっこいい。いきますよ。ちょっと長いな。でも歌い出しまで行きたいな。出た。こんなかっこいい入り方ある？さあ、サザンブリーズでございます。ちょっとね、しびれる。僕らメンヘラーズが、やめろやめろ。勝手に。メンヘラーズがお届けするサザンブリーズ金曜日。はい。はい。病んでおります。病んでないです。さあ、メール来てますね。うん。モミさん。はい。だ、田辺ゆうきと間違えたさ、かっこ笑い。すずかな？うん。似てるかな？似てるかな？はい、さあ、山内さん、ミシュジュ。はい、さあ。来年の、ユーバチャ、ユーサバチャの替え歌 C で、を作ることにした。うん。ミシュジュ。はいよ。メダカの兄弟でこの歌歌ってごらん。嫌、うん、だ。五役栄翔さんにちなんだ歌。作詞サバチャー。裸の兄弟。アンシェウチチミシェビリ。裸のだか、メダカのは。裸の兄弟が見せあって。あ、これごめん、歌詞だけよね。うん、これ歌ったらちょっと滑るパターンだから。歌詞だけ言います。裸の兄弟が見せあって、大きくなったら何になる。大きくなったらキノコに。大きくなったらバナナに。ちょめ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 、もうやめよ、もうやめよ。以上、入島のゆうばさちゃー替え歌やいびーたん終わり。はい。
はい、ありがとうございます。続いて、あら、え、はい、どうぞ。りっちゃんさん、うん、美しすぎる地球人まいしろさん、はい、かっこよすぎるラッキースケベ山ちゃん。ラッキースケベです。こんにちは、私はまいしろさんのラジオは何が何でも聞く男りっちゃんです。嘘つきってだから本当や。まいしろさん来ました、スーパーアースですよ。っていう割にはさ、うん、毎週聞いてるっていう割にはさ、まいしろさんって一応あっちから距離置いてるわけ。あ、リシちゃんさんから。この人こんなよ。メンヘラだから。この人こそメンヘラだから。コールドスリープでたったの40年、あっという間に宇宙ですよ。スーパーアース、どういうこと？わかんない。あ、まいしろさんと宇宙旅行か、幸せです。スーパーアースは人類の希望の星、第二の地球。僕たちは新たな人類のアダムとイブだね。嬉しいしです。ん？やばい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 。ぶっ飛んでる。ちょ、面白いけどぶっ飛んでるよ。びっくりした。何？スーパーアースって何？スーパーアースって多分、要するに第二の地球なんだね。見つかったよって。ああ、そういうことか。で、コールドスリープって分かりました。仮死状態で40年。うん。年取らないでしょ。はあ。で、そこに着くと。うん。そしたら人類のアダムとイブ、うん、リスちゃんとミスーちゃん、うん、っていうことですね。うん、どうですか。地球がいいです。地球がいい。地球がいい。そうですか。うん、好き、地球好きです、地球だそうですよ。でもありがとうございます。ありがとうございます。はあ、ちょっと意味不明の、まあ面白かったですけどね。2つ、逆方向な感じがしますが、ね、はい、面白いですね。面白い。もみさんも、リスちゃんもありがとうございます。ありがとうございます。本当ね、この人たちさ、うん、面白いんだよね。面白いですね、発想が。うん、なんか頭の中一回見てみたいですね。なんかさこれ違うんだよな。多分回路が一本切れてるかすっごいぐっちゃぐちゃなってるかどっちかですね。そうそうそう、ぐちゃぐちゃだと思いますけどね。さあ、ですね、今日なんとみすーちゃん髪切ってるんですよ。髪切りました。そう、ちょっとね、でも2、3、4mmぐらい。あ、嘘。あ、嘘嘘。1センチぐらい切った。うん、4センチぐらい切ってるね。嘘、そんなに。で、うん、東京グルという漫画を読んでいたと。美容室でね。美容室で、うん、美容室では話をしない。あんまりね。大変だね。あのね、コミュ障なんで。コミュ障。あなた人見知りとかなんとか言ってましたね。そうですね、人見知りですね、結構。それが不思議だよな。まあ、エコザレさん来てますよ。東京グルは毎週立ち読みしてる。面白いよね、東京グルね。最近漫画は何にハマってるんですか。うん、あー、何にハマってるんですか。どういうのがいいですか。少年誌も少女漫画も結構。少女漫画も一切わからん。まんべんなく読んでるんですか。あのバナナフィッシュしかわからん。わかんないです。バナナフィッシュがわからんな。なんだろう、ね、人面とか。あ、わかんない。予告犯とか。あ、やっぱり若い世代だね、わからんね。うん、おすすめは、おっさんにおすすめは。あ、やっぱ東京グルいいですよ。あ、ほんと。うん、あのあれ見てましたよ、アイアムヒーローとか。あー、アイアムヒーロー、うん、うん、大泉洋さんが主演で映画化されましたね。あ、そう、うん、映画化。ミスズもそういう、そのパターンのタイプです。一応自分も実写化はちょっとあんまり受け入れないタイプです。実写化で一番嫌なのは何ですか。今やってほしくない実写化漫画っていうのが全部やってるんですよ。全部やってる。あ、あの自分が好きだった少女漫画とかも全部実写化されてきて、うん、昼中の流星とか今やってるんですけど、うん、とかなんか、うん、なんかもうすごくなんかうわってなってる。一番きつそうなの何。一番きつそうなの、うん、これだけは実写化してくれるなよっていう。え、どうだろう。あ、でも、うん、東京グールとかは嫌です。鋼の錬金術師とか嫌です。 あ、でもやったでしょ。 やりました。もうきつい。絶対絶対見ない。見た。絶対見ない。あれはなんだっけ、巨人のやつ。進撃の巨人もダメ、うん、ダメダメ。見た。見てないです。ダメだった。わかんないです。見ないです。だからもう批判もしたくないから見ないです。嫌、はいはい、だ。だって自分もやっぱ曲げなりに役者っていうかお芝居させてる身なん、うん、させてもらってる身なんで、うんうん、嫌じゃないですか、うん、あの面白くなかったとか言われるの。確かに。でも小説もさあきついよ。どういうことですか。漫画が小説を映画化したのもきついし、うん、だからもう映像の人、映像は映像でオリジナルでね、そう頑張るかな。頑張ってほしいですね。本当にね、うん、きついですからごめんだけど、うん、なんかだってそれって量産ですよ。量産。僕は一番今まで
両津勘吉。あ、香取慎吾さん。はあ。あんなかっこよくしちゃいか、亮さんは。あー確かにね、うん、もっとね下町のね、そうそう、おっさん出てきてパワフルなっていう、ね、だからさ、うん、もうミスキャスト。まあそういうのもいっぱいありますけどね。なんかね、お時間ですよ。え、うっそ、マジっすか。あと3分しかない。へえ、そうですか。エンディングはですね、かっちゃんリクエストの、うん、プレンティ人間そっくりという曲でお別れしたいんですけど、なんかいい曲ね。ね、よい。うん、明日ですね。明日？海開きトロピカルビーチ、うん、あって、うん、FM ギノワンでは生放送しますので。おお、呼ばれてないけど。今回ねステージからなんですよ。おお、呼ばれてないけど。なんていうかな、ステージでほら。うん、ステージがあるでしょ、うん、イベントで、うん、それを丸々中継するんですよ。だから、うん、スタッフとして来ていただくんだったら来てほしい。でもステージ仕切りは別のとこなので。なるほど、ね、僕の力の及ばぬ。みつづが MC をできないところでやってるんですね。そうです。だからぜひ、ね、スタッフとしてとか遊びに来てください、うん、海に。はい、明日なんかあったっけな。はいって言ったよね。明日ちょっと待ってくださいね。うん、ダメです。あ、違う、明日小沢お笑いがあるんですよ。自分も小沢お笑い劇場。何時から？ね、何時からでしたっけね。6時半とかでしょ。日中ですから、うち。いやー、日中もきついな。きついなは自分がきついなだろ。海きついな。海嫌い。海きついな。大丈夫大丈夫、じゃあ待ってますので。ぜひぜひ皆さんは遊びに行ってください。ぜひぜひ来てください、はい、海開きもうね夏ですからね、本当に、うん、ぜひぜひね。夏だよ、もう本当。今日も真夏でしたしね。今日さ、だからその準備行ったんですよ、うん、機材準備やって、うんうん、でこっち4時に戻ってきたんですけど、うん、もうさ本当に飲み物を飲みたい気分が夏なんですよ。あー、もうほんま気に冷えた。冷えたの。今リンゴジュースあなた飲んでるでしょ、うん、これ僕飲みましたからもう、ね、来る前に。本当にこの甘くて冷たいやつ飲みたいみたいな。わかるわかる。夏になったらね、もうスプライトとかもう異常に飲みたくなる。異常に飲みたくなる。わかるわ。そう、そんな感じです。はい、さあ皆さん、熱中症もねそろそろ出てくる、うん、季節なので気をつけてください、はい、そして金曜日、はい、これから、うん、夜、金曜日の夜、はい、楽しんでください。はい、ああそうだね、エイカーズもぜひ見てください。エイカーズ見てから飲みに行きましょう。そうですね、うん、よろしくお願いします。もう最悪録画してください。本当はリアルタイムがいいけどね。最悪全部録画してリアルタイムで見て、うん、DVD も買うというのがベストですね。素晴らしい。そうしたらもうミスは拍手を送ります。拍手だけな。何が欲しい。あと20分しかないからさ。なんかほら握手的な、握手券的な。握手もしましょう。サザンブリーズ金曜日。握手だけな。サザンブリーズ金曜日担当しました、名前しろと山内でした。はい、さよなら。さよなら、また来週。ありがとうございます。はい、今日閉めちゃえ。閉めるわ、そりゃ見たらだって10秒しかなかったんだろう。なんで閉めるわ。閉めましょうよ、そこ。そうだ、金曜日だし、ね、金曜日だし。ありがとうございました。面白かったな、フリートークもな、うん、面白いですね。やっぱ2人でやると月1ぐらいでフリートークやりますか。自分はフリートーク、毎週でもいいな。いや、自分はフリートーク好きですけど。たださ、だからフリートークするさね、うん、でもやっぱフリートークだけだとやっぱダラダラしちゃうから、毎週はこれだと多分聞いてる人はどうかなって思うから、うん、コーナーはやりましょう。コーナーやりますか。なるべく。そうですね、来週僕これ今日のかけますので。はい、じゃあまたツイキャスで。もう来てるんだ。そっか、次の番組あるんだよ。